ジャポネットペラタの DVD ショッピング大好評のこのビデオオプション臨時増刊号、こちらのご紹介をしたいと思います。やはり説明していただくのはこの方、お呼びいたしましょう。どうぞ。こんにちは、アシスタントのパクでございます。誰ですか。謎の韓流アシスタントパクさん。やはりあのビデオオプションといえばこの臨時増刊。そう、臨時増刊。もうね、これ小銭を稼ごうと思って。小銭を稼ぐた。なるほど。これパクさんも出てると。出てるですよ、これ。出てるということでございますね。わかりました。それではですね、一本ずつ紹介してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はじめは大ちゃんに命の危険すら感じさせたこの作品。まだですね、ゴーゴー大二郎大冒険の3枚組。3枚組。これはパクさんあんま関係ないんで。いや、これはあんま関係ないですけど、大さんが頑張ってこの。頑張った。苦節3年、夏季8年。いやいや、もっとやってると思いますけどね。もうちょっとやってるんですね。はい、長いことやってるんですね、あなたも。いろんなことをやらされて、はい、もう死ぬかと思ったとか。いや、もう死に損ないです。もうだいぶ生きとるんですよね。そうです、そうです。生き仏。そうです。だからいっぱい出とると。そんな状態の大さんの集大成の3枚組。そう。これは通常価格。はい。知ってんですか。2万8000のところは高っ。3枚組セット、はい、2500円。それでもまだ値段が違ってる。値段は2381円って書いてますけど、税込2500円。そうですね、さすが。ゴーゴー大二郎の大冒険では恐怖のビックリマシンだけではなく、歴代日本のスポーツカーシリーズも収録されている。懐かしの名車たちを天さん、ドリキン、トムス、タッチさんなど豪華ゲストとともにインプレッション。おバカ企画満載、チンレースボール。パクさんおすすめのビデオは、はい、やはりね、はい、これ本当ですか。適当に今撮ったでしょ。自動車サッカー。あ、なるほど。これは懐かしいですよ。これはですね、うん、やはりあのビデオオプションの中でもですね、はい、もう今筆頭と言われてるぐらい最高傑作と言われてるもの。そうです、そうです。イベント、はい、もう二度とできないんじゃないかと言われてることを3回ぐらいやって、3回やって、はい、しかもおまけとして、はい、おまけとして副音声。そうです、これでスペシャル副音声が入っておりましてですね、はい、マサノムケン、アキラ、伊賀アキラですね。やったことありましたっけ。飯田明選手です。選手ですか。選手じゃないですね。今いやー、大変だった。え、監督はね、似ていないようなチームだからね。それ以外にもですね、ラジコンレース、そしてトレインカーレース、はい、あの有名なもうトレインカーレースをですね、引っ張られたなんだっていうのが、これ全部これに1本に入っとる、集約されている。おバカレースの総集編、チンレースボール。ビデオオプション1000倍特許の恐怖のレースに震え上がるドライバー、それを見て俺たち大爆笑。その他にも8の字レースを収録、8の字をぐるぐる回るといつかは交差点でゴツンコ、最後まで走り切ることはできるのか、衝撃の瞬間を見逃すな。次はこの奮発者の総集編、ラーマン山田の人体実験、はい、ね、総集編でございますから。これこれラーマンですよね、これね。そうですよ。これはどうでもいいですよ。いや、これはそんな投げるほどじゃない、まあ投げるものでもあるんですけども、まあはい、いや、これもですね、やっぱり大したもんですよ。これ体張ったラーマン山田の、もうガスは吸わせるわ、音は出すわ、揺らすわ、引っ張るわ、もう引き回すわ、うんこに入るわ。そう、入りません、そんなものは。それでもなかなかこの男は死なないと。人間ここまでやってもそう簡単にはへたばらないという状態のビデオでございます。ドリフト野郎が日本を飛び出したアメリカンレースチャレンジ。さらに、あ、なんですか、あ、おすすめですね、やっぱり。また岡男が映っとる。はい、これはですね、ドリフト野郎の爆走アメリカンチャレンジということで、はい、いろんなレースに出てきた。しかも俺なんかね、うん、もうすごい若い人ですよ、これ。これも集大成ですね。あの、かのですね、ビデオの中でも、はい、これまた相当な名場面の、あのハンドル取れちゃうシーンとかもこれに。いろいろ入っとるですね。入っていると。あと火事が燃えとるとかね。が燃えてるんじゃなくて、車が燃えた状態ですね、はい、これね、はい、オリドマラムが燃えちゃって、そうそうそう、燃えた時のラーマン山田になっちゃったっていうぐらいな、そんないろんなもの事件事故。そうですか、これもおすすめと、はい、その他には本場アメリカでのトレインカーレース、3000馬力のマシンが疾走サンドドラッグレース、断崖絶壁を駆け抜けるヒルクライムレースなど、バラエティ豊かにお届け。1000分の1秒の戦い、つくばスーパーラップスペシャル。これあんま関係ないじゃないですか。まあ、スーパーラップで手足と逃げ足早いという、215分も収録されたんです。長いです、だいぶ長いってことは、あのインカービデオなんかもかなり入ってる。まあね、もうワクワクするかもしれないんですよ。見たんですか。はい、
一時期はユーラスのスーパーラップの、はい、スペシャルマシンを作ろうかなんて話もあったんですけども、周りのねチームナーが騒ぎ出したと。あ、でも仕方ないやめてよ。あのついにユーラスが参戦かと。参戦かと。これはつまんなくなっちゃうと。うん、HKS かユーラスかみたいな状態で。もう、ね、もう騒ぎ出したんで。なるほど。これでこのスーパーラップはやめたと。うん、こう手を引いたという状態でみんながハッピーになってる。そう、ハッピーになってる。いうのが全て映ってます。スーパーラップの他にも土屋圭一のドラテク講座を収録。オンボード映像でプロのテクニックを盗め。ただ転がして打角だけで優先に与えてやる。続いてはドリテン川崎編集長の DIY 天国。これなんですかこれ。これね、はい、DIY。なんですか DIY って。どうでもいいけど、うん、よかビデオ。よかビデオ。ね、DIY。素晴らしい。これなんかね、いろんなことをね、はい、やれるかやれないか分からないことをね、はい、この川崎編集長。これがチャレンジしとるんですね。川崎編集長のチャレンジ版。チャレンジもの。大したことないのを見るのが、はい、これまた面白いとですよ。というか川崎編集長ができることなら皆さんもできるというのをこれを見て。誰でもできる。そうですね。世の常識を覆す失敗を実演する教習ビデオ。編集長のイライラを良き教訓とすべし。稲田大二郎の歴史ともいえるマックススピードトライアル。そしてこれ最後です。これ、はい、マックススピードトライアル。これは野村さんあまり関係ないんですけれども、はい、やっぱりこれは一応おすすめと。おすすめな。これも第三の人生そのものそう。これ三枚も入っとるんですよ。しかも命がけのビデオでございますからね。うん、はい。はい、で三枚も入っとるから、はい、まあどうせ見終わってすぐ飽きるじゃなかですか。そうですね。いらなくなった DVD は。あれどうしてんですかいつも。玄関に吊るしとくですよ。そうそう、どうなるんですか。加藤が逃げる。これまたあの第三が死に損なった、はい、ね、状態の未公開もこれに含まれていると。スーパーステージのね、あの事件事故も一部始終。そうですそうです。大ちゃんの最後の挑戦、ビデオオプション未収録のシルバーステージ最終回はこの DVD でチェックせよ。